さあ、オリックスですけど、今日の試合、皆さん見ましたかね？残念ながら交流戦の連覇、途絶えたということですけど、まあ、悔しいというか、残念というかね、ちょっとオリックスの交流戦優勝を期待してたんで、残念だなと思いましたけども、増井さんがね、もう5回2失点と、もう期待してたというか、想像以上に良かったんで、これ、来年どころか、まだまだワゲスパックとか、総一郎とかの調子次第では、全然チャンスあるんちゃうかなとは思いました。特にこう最後のアウトローですね、限界の時に投げた151キロですか、あのアウトローっていうのは結構痺れましたけど、ベテランの意地というかね、まだやるんだみたいなを感じましたけど、まだまだチャンスあるんじゃないかなと思いました。そしてヤクルトの長岡選手ね、ショートのあれめっちゃいいですね。すごい大きいし、打つ方もすごい粘り強くてね、なんか義母選手がめっちゃ打ってる番みたいな感じになるんですかね、ちょっとわかんないですけど、で唯一じゃないですけど、今日もね勝てそうやなと思ってたんですけどね、1点差だったんですけど、木澤投手がねマウンドに6回ぐらいから上がったと思うんですけど、そこでねちょっと逆転できるんちゃうかなと思ってたんですけど、まあ相変わらず投手陣は頑張ったんですけど、まあ負けちゃったというような結果になってしまいました。で投手で言うと K がやっぱめちゃくちゃすごいですね。すごすぎたなと思ったのと、アウトローの155キロですか、あのまっすぐはいかついですよね。で阿部投手もねあのマウンドに上がってましたけど、ちょっと若干こうフィールディングが苦手なのかなとは、はい、思いました。前もなんか確かフィールディングでエラーなしてなかったですかね。そしてですよ、去年も負けたこともめちゃめちゃ残念なんですけど、それ以上にちょっとノブ回またいでたよね、今日ね。ちょっと雑すぎん、マジで。その起用法というか、もうちょっと大事にした方がいいと思うんですけどね。なんて言ったらドラフト3位ですよね。もう回またいでるやんって、すごい雑扱いだね。 2対1とね負けちゃいましたけど、まあ1点差ですよ。1点差はね微妙なこう僅差になるんでしょうけど、試合内容的に大きな差がヤクルトとはあるんじゃないかなと思いますし、差だけじゃなくて、去年のね日本シリーズ交流戦は勝ち越しましたけど、ちょっとこう相性が悪いというか、なんかそういうイメージを持たされてるのかなとも思いましたね。今年も交流戦負け越しちゃったので、去年は勝ち越しましたから、ヤクルトもヤクルトでグッチをね昇格したりとか粋な計らいはしてくれたんですけど、まあ残念ながらオリックス勝つことができなかったと。もうね増井さんの12球団勝利、今日岸投手がくしくもやってますけど、同じ形でね達成させたかったなとは思ったんですけど、なんかあの周平が途中でバントしてたじゃないですか。あそこねなんか僕逆転してほしいなと思ってたんですよね。逆転するならもうここしかないんちゃうかなって思ってて、まあ、バントってことはまずは最低限こう同点狙いみたいなことですよね。なんかそれはちょっちゃんちゃうかと、ここも逆転狙うべきだと思っていたんですけど、皆さんこの辺どう思いますね。びっくりしましたけどね、あの5回の裏ですよね、ノーアウト2塁で佐野選手がツーベース打って、あれはもう強行で良かったんちゃうかなと思うんですけど、で割と今日の試合終わりからチラチラと声が出てるのが、まさたかね出なかったですね。結局なんかあの西武戦にこうスタメンで出れるように調整してるのかなと、代打待機なんかなと思ってたんですけど、今日も結局代打で出なかったですよ。で出るタイミングね9回裏とか全然あったので、ここで出えへんかったから、ほんまになんか状態悪いんやろうなと思いましたし、じゃあなんで若月選手2軍に下ろしたんだみたいなこともあるじゃないですか。なんかこう本人の意向的に、その日にならないとわからなくて、まあ要は怪我の調子が微妙で、どうやって出れるか出れないです、出れるか出れないですみたいなのが続いてるんかもしれないですけど、ちょっと1軍の枠が1枠無駄になっちゃってますよね。なのでまあ誰かと入れ替えるっていう可能性もあるのかなと思うんですけど、第3捕手として、ね、若月選手をこう昇格させるのはちょっと無理なので、もし下ろすとなると西武戦出れなくなるわけなので、まあそこのあたりちょっとね本当に絶妙に難しい感じなのかなと思うんですけど、2軍で今いかつい成績を残しているのがなんとラベロなんですよ。これラベロあるんじゃないですか、もしかしたら。わかんないですけどね。なんか起爆剤とまでは言わないですけど、2軍の帝王っちゃ帝王なんですよね。打席が13打席しか立ってなくて、ヒットが6本の4割6分2厘なんですけど、長打率も5割3分8厘なんですけど、6本のうちねほぼ全部ヒットでした、単打でしたね、長打がなかったです。なんで上げたとしても、マッカーシー今日も出てました、ケイタも出てました、 T さんも出てましたけど、こことの併用しないといけないんでちょっと難しくないですか。 DH レフトファーストってなるとどうしようってなりますよね。まあケイタがセンターでもいいですけど、なかなかのファイヤーだと思うんですよ。で今日2番サードで出てた宗選手が、今日の試合前の時点なんですけど、まあ打率パリーグのランキングで5位の打率を残してるんですね。2割8分3厘、ヒットが51本打ってるんですけど、宗選手がちょっとこう不満だみたいな人がすごく多くて、びっくりしたんですけど、要はこうヒットは打ってるけど、まあ、長打出てないやんみたいなんで、胸外して誰か出そうやみたいなことをね多分言ってる人
人がいてですね、ちょっとびっくりしました。逆に胸以上のサードって今のチームにいないじゃないですか。でこれね、ヒットは打つけど長打が出ないから変えてくれってすごいこう言うようになったというかね、今まではこうヒンダでヒットも出なかったわけなんですけど、今度ヒットが出たら今度長打が欲しいっていうことで、より長打が打てる選手に変えてくれみたいなことを言えるようになったんでね、オリックスなかなかちょっと皆さん無意識のうちに強くなってるし、層も厚くなったんだ改めて思いましたけど、仮に胸が外すってなるとちょっとむずいと思うんですよね。長打率がまあ低いっちゃ低いですけど、それでも3割3分3厘ですよね。ただ成績さっきも言いましたけど、2割8分3厘、OPS6 割7分3厘なんですよ。普通に打ってて、今日の試合前だとパリーグ5位の打率だったので、なかなかちょっと外すのは難しいんじゃないかなと思います。今日ヤクルトのカードが終わって残り一カードということで、なぜかわかんないですけど、最後阪神とやるんですね。まあ京セラで、やるということなんで、この阪神との3試合が終われば、まあ、交流戦も、終わるということで、長いようで短かったですけど、まあ交流戦のね、優勝っていうのはなくなっちゃったので、ここから本当に A クラス優勝に向けて一つ一つこう勝っていくというような、シーズンがね、シーズン同様こう進め方は、変わらずやっていくのかなと思いましたけど、とはいえ、交流戦で結構ゲーム差って縮められましたよね。十何ゲームぐらいあったと思うんですけど、今が6ゲームなんですよ。だから、6ゲーム縮めてるんですか。で、特に交流戦で、ね、6連勝してましたけど、ホークスと楽天が負けてる時に勝ってたのがすごく大きかったですよね。しかも、正田が不在の時に6ゲームも縮めてるわけですよ。正高が不在した時っていうのは借金7だったんですけど、以降は正高が離脱してから貯金が6なんですよね。だからそういう意味で言うと、層も厚いし、やばいなと。ヤクルトの、カード頭ね、最高の試合ゲームできましたけども、その時っていうのは去年の日本シリーズで負けた時に比べたら、いなかった戦力が活躍したんですよね。マッカーシーとかケイタとか。このあたりやっぱり新しい戦力、新戦力がこう台頭してきてるんで、最近の試合ね、正隆不在をこう感じさせへんなって言おうとしたところ、昨日と今日、正隆が代打で欲しかったみたいなことを言ってますから、なかなかね、難しいもんだなと改めて思いましたけども。まあ、どちらにしても、今日も3番でスタメンで出てましたけど、中川圭太選手が欠かせない選手になってきたんじゃないかなと思います。特にこう走塁意識というか、走るという面で野球の方がめちゃめちゃ高いんやなと思うので、前の動画でも言いましたけど、最高のこう手の取り方をしているときに、起点っていうのは周平なんですけど、必ず啓太が絡んでるということだったので、中川啓太選手はね、まあルーキー時代に交流戦の首位打者取りましたけど、で2年目あんまりね活躍ができずにちょっと悩んでたのかなと思っていた矢先にこの復活というか復調なんで、ちょっとね今シーズンも引き続き必要戦力になるんじゃないかなと思います。まあいずれにしても去年日本シリーズ負けて、で2014年とかもね悔しい負けをしてっていう風になると思うんですけど、やっぱり勝てば勝つほどオリックス強くなるんじゃないかなと思いましたね。日本シリーズ負けてめちゃめちゃ悔しくて、すごい難易度がバチバチに意識、監督もね意識して、もう対抗意識満載でやってましたけど、結局やっぱり勝てなかったわけなので、あの悔しい負けがこう糧になるっていうよりかはね、一個一個勝っていけばいくほどなんか強くなっていくんじゃないかなというふうに思ったので、明日から、交流戦の防御率が一番低い阪神とラスト3ゲーム、行われるわけなので、ここをしっかりとですね一つでも多く勝ってですね、まあ、阪神ということで、まあ、勝ったら向こううるさいですから、しっかりとねこっちも負けじと勝っていただいて、交流戦ね締めくくってもらえたらなと思います。でちょっとね交流戦終わりにどっかでトレードないですかね。オリックスどうですか。今年まだ NPB12 球団で1回もトレードされてないんですよ。なのでちょっと交流戦が終わった矢先にですねトレードなんかをしてくれたらなと、活発にね、やってもらえたらなとは思っているので、ちょっと現役ドラフトがあるからとかいろいろあると思うんですけど、このあたりもね期待していこうかなと思います。ということで今日はですね、この6月の9日のゲームガッと振り返ってみました。増井さんに、12球団相手の勝利、そして交流戦優勝へと可能性をね繋げたかったんですけど、残念ながら負けてしまったということで、交流戦の優勝も途絶えましたし、これからは、ね、さっきも言ったようにシーズンさながら一勝一勝かかっていくようなシーズンが、始まっていくんだなというふうに思ったので、正隆の扱いというか経過がどうなのかとか、そのあたりも含めて、明日以降注目をしていこうかと思います。皆さんも今日の試合展開について、思うことたくさんあると思いますし、今日ご紹介した選手についてもね、いろいろ、思うことがあると思うので、ぜひコメント欄の方に残していただけたらと思います。ということで本日の動画はここまでとさせていただきます。最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録お待ちしております。